皆さんこんにちは。今回は夏だ、戦車だ、ミリタリーコラボ、ということで、ソ連が開発した T-54 戦車向けの飛行システムについて解説していくよ。こんな変なチャンネルがコラボなんてしていいのか。失礼な、超健全兵器チャンネルやぞ。本当かなぁ。もう、さっさと解説に移るよ。海や河川といった水の障壁は、いつの時代、地域においても軍隊の進撃を阻害する要因の一つで、特に広大な河川や湿地帯の多いソ連ではそれらの地形を克服するべく、多種多様な水陸両用車両や渡河装備などを開発したんだ。確かにソ連は大戦前から水陸両用戦車などの開発には積極的だったな。そうしてこのような兵器を実用化したソ連だったけど、水陸両用戦車は重量の問題から主力戦車並みの装甲や火力を持たせることは難しくて、一方の浮き橋システムも、展開に時間がかかるなど、主力戦車クラスの車両を迅速に渡河させるには問題があったんだ。水陸両用戦車の PT-76 は、主砲が 76mm 砲で装甲も小銃弾に頼る程度だから、主力戦車の代わりにはならないな。そこで主力戦車クラスでも単独で渡河できるよう、シュノーケル等の潜水装置の導入によってひとまず解決したんだけど、ソ連は戦車を浮かべることを諦めていなかったんだ。いや、諦め。こうして主力戦車に採用された潜水装置だけど、水の中を潜るという性質上、様々な制限なんかもあって、例えば T-54 の OPTV-54 潜水装置の場合、潜水中の最大行動距離は700メートル、最大深度は5メートルに制限されたんだ。加えて当たり前だけど、潜水中は主砲が使えなくて敵に対する反撃ができないから、潜水装置とは別に、飛行できて反撃できる装備が欲しくなったんだよね。潜水装置さえあれば万事解決だと思ってたけど、案外そうでもないんだな。こうして主力戦車を浮かべるために開発されたのが、今回解説する PST-54、飛行フロートなんだ。飛行フロートってのはなんだ。後で詳しく解説するけど、簡単に言うと戦車用の浮き輪みたいなもんだね。それじゃあまずは開発経緯から解説していくよ。まずこの飛行フロート計画だけど、1951年に各種戦車向けの飛行フロートの開発が開始され、1952年には T-54 向けの最初のプロトタイプが完成するんだ。意外と前から開発されていたんだな。こうして開発された PST-54 は、1953年から54年にかけて海上での試験が行われ、1957年にはソ連軍で採用されることとなったんだ。それじゃあここからは各部構造について解説していくよ。PST-54 は、発泡材が充填された9つの構成フロートで構成され、全体の重量は 9.3 トンと、BTR-60P 装甲兵員輸送車よりやや軽量程度の重量があるよ。装輪式の装甲車並みの重量があるんだな。意外と重たいよね。それでこの PST-54 は、運搬時には4両のトラックに分割して輸送され、装着には35分程度を要すると言われているよ。やっぱり取り付けるには結構時間がかかるんだな。そりゃあトラック4両分で重量もそれなりにあるからね。肝心の飛行性能だけど、PST-54 を装着した T-54 は穏やかな波なら飛行時でも発砲が可能で、飛行自体なら、海峡4.括弧世界気象機関の基準だと波高 1.25 から 2.5 メートル、速度は戦車自体のエンジンによってフロートのスクリューを回転させ、最高時速 10km での飛行が可能となっていて、実際に演習や試験時においてカスピ海やバルト海での数十キロメートルの飛行に成功しているよ。最高時速 10km、言われても微妙な数値だな。さっき出てきた PT-76 系戦車がウォータージェットを利用して 10km での飛行が可能だから、主力戦車で水陸両用戦車並みの飛行が可能となった感じかな。そう考えるとなかなかの出来だな。そんな PST-54 の情報は少なく、具体的な配備数などは不明な点も多いけど、ソ連もこの出来にある程度満足したのかしなかったのか、後継車両用のフロートの研究、開発を続けることとなるよ。いや満足したのかしなかったのかどっちなんだよ。PST-54 の開発後、T-54 の改良型である T-55 や、自走対空砲型の ZSU-57 用の、飛行フロートも開発が始まったんだけど、これらの車両はベースが T-54 ってことで共通点も多くて、開発計画は1959年に統合されたんだ。車体なんかはほぼ同じだから、この計画統合は当然とも言えるな。こうして開発された T-54、55、ZSU-57 向けの飛行フロートは、ZSU-57 用のオブジェクト60から派生したことから、オブジェクト60にユニバーサルの U を付け足して、オブジェクト 60U、PSTU の名称で1961年に採用されることとなるよ。にしてもでけえシステムだな。もはや戦車砲塔を乗せた橋家じゃないか。実際問題、貨物は無理にしても人員の輸送はできたらしくて、戦車に装備した場合は25名、ZSU-57 の場合は50名の人員の搭載が可能だったそうだよ。
自分を戦車用陸艇だと思ってるやべえやつかな。確かに戦車1両と数十名の兵士を水上で輸送できるんだから、揚陸艇みたいなもんだよね。ちょっと話からずれたけど、PSTU の基本的な設計は PST54 と同じものの、フロートの分割数が5つに見直され、重量は10トンとやや増加したんだ。PST54 が重量 9.3 トンだったから、ほぼ BTR60 装甲車と同程度になったってことだな。そう思うとやっぱりかなりの重量だね。そんな重量10トンの PSTU だけど、輸送時は PST54 と同じくトラック4両に分割して輸送され、装着時間も約35分と、PST54 と概ね同じとなっているよ。重量はやや増えたけど、装着時間は同じなんだな。そして肝心の飛行性能だけど、これはフロート自体にエンジンを設けることで大幅に改善され、最高時速は 12km と大差はないものの、フロートの独立エンジンと燃料タンクによって、戦車の燃料を使用せずに、60から 80km の距離の飛行が可能となったんだ。独立してエンジンと燃料タンクを設けたことは大きいな。そして飛行できる環境だけど、これも戦車砲なら海峡 1.5 点、ZSU-57 なら海峡2点のさざ波程度までなら射撃が可能で、飛行だけなら海峡5点2.5メートル以上4メートル未満のかなり波のある状況まで行動可能となっているよ。さっきから思ってたけど、これ河川ってよりかはバリバリ海で使うつもりだよな。PST54 の開発段階から、どうやら海上、特にバルト海での運用を想定していたようだね。そんな PSTU も具体的な生産数は不明なものの、初期の6セットのうちの4セットは、それぞれオデッサ軍管区に2セット、バルト海軍管区に2セットが納入され、PSTU の開発後も、PS1 や PST63 といった主力戦車向けの飛行システムは開発され続けていったけど、今回はここら辺で終わりにするよ。ってことで今回はソ連の飛行フロートについて解説したよ。飛行用のフロートを装備した戦車なんかは、旧日本海軍で運用されていた特殊備艇なんかは知ってたけど、ソ連がこんなでっかい飛行フロートを開発していたのは知らなかったな。ソ連兵器だけど、その性質と生産数の少なさからあまり知られていないよね。まだまだ攻撃ヘリやエアクッション揚陸艇が実用化されていなかった時代ならではの装備だけど、戦車に浮き橋つけて浮かべたれ、みたいな発想の兵器はロマンがあっていいな。確かにここまで大掛かりの飛行システムはロマンがあるよね。ってことで今回の動画はここまで。今回のコラボ企画に参加された方々の動画は、動画の概要欄に記載しているから、ぜひ他の方々の動画も見てほしいよ。ついでに T54、55関連の動画も見てくれると嬉しいぜ。それでは今回もここまでのご視聴、ありがとうございました。